おお、なんだあんただったのか。悪い奴に付きまとわれてるかと思ったぜ。最近行方不明事件とかあって物騒だろ。ちょっとピリピリしてたんだ。驚かせてすまなかったな。まあ立ち話もなんだし、中に入ってくれ。おかえり、ハーフリー兄ちゃん。お前たち、いい子にしてたか？この人は大事なお客さんだからな。邪魔しないでいい子にしてるんだぞ。ここは俺が生まれ育った孤児院でな、舞踏会で稼いだ賞金をやりくりしてなんとかやっているんだ。俺は舞踏会で勝って勝って勝ち続けて賞金を稼がないといけない。あいつらの笑顔が俺の全てだからな。ま、腕の立つあんたがいることだし、今回も優勝は間違いないだろう。頼りにしてるぞ、相棒。ありゃ、もうこんな時間か。すまんすまん。すっかり話し込んじまったな。ところで、お前俺に用があって来たんじゃ。ん？今、俺の部屋の方で物音がしたような。間違いない！俺の部屋に誰か嫌がる！賊に入られたか。賊め、俺の大事な孤児院に盗みに入るとはいい度胸してやがる。大会が終わったらとっちめてやるからな。とにかく今は明日の試合に集中しよう。そうだ、今日は遅いし家に泊まっていったらどうだ。明日の朝になったら起こしてやるよ。決勝トーナメントに備えてゆっくり体を休めておくとしよう。起きろ、起きろ。今日から本戦だぞ。よし、起きたな。早速闘技場に向かおうぜ。
最初の試合は優勝候補の筆頭ハンフリールーキーチームとグロッタが誇るお色気美人コンビビビアン・サイデリアチームとの戦いだ。ビビアンです。サイデリアです。美人コンビの登場に会場は大いに盛り上がっております。私のテンションも最高潮です。両雄並び立たず、果たして勝つのはどちらなのか。イロカに惑わされるなよ。決勝トーナメントまで勝ち上がった相手だ。本気でいくぞ。それでは決勝トーナメント第1試合はじめ。行くわよ。やってやるぜ。燃え尽きな。ちょっとこいつでどうだ。本気出しちゃう。熱いわよ。そら。これで決めるよ。あたいの剣よ。燃え盛れ。
いつでどうだ。そうね。おりゃ。はい。そうね。きっと。ここまで勝ち上がるとは誰が予想できたでしょう。レディーマッシブ&マスクザハンサムチーム。おおほほ、あたしならここよ。え、レディーマッシブアンドハッサム。やっぱり勝ち残ると思ってたわよ。今こそこのシルビ、いや、このレディーマッシブとどちらが上か白黒つけようじゃない。お、なんだ、今度の対戦相手はお前の知り合いなのか。おお、知り合いじゃないわよ。全くもって知り合いじゃないわ。だって私の名はレディーマッシブ。そしてこっちがマスクザハンサム。やれやれ、賑やかな人たちだな。ともかくやるからには真剣勝負。手は抜かないから覚悟しなさい。無論だ、手など向かないさ。ああ、気にしないでくれ。試合前にこいつを飲むと調子がいいんだ。さあ、行くぞ。それでは、準決勝第一試合はじめ。正々堂々勝負よ。気をつけろよ。シーラそーら来るがいい。これぞ我が美学。そろっ、おりゃ、はっ、危ないっすよ。
ハンサムだ。こっち。俺が私のハンサムの人よ。やったな、相棒。そこまで、捜査ハンフリー・ルーキーチーム。このシルビ、いや、レディ・マッシブを打ち負かすなんてやるわね。でも、あなたにだったら負けて悔いなし。最高の勝負ができてよかったわ。アディオス。トウ。何だったんだ、あの人は。皆さん、お待たせいたしました。いよいよ仮面舞踏会決闘戦。勝ち上がったのはこの2チームです。ハンフリー・ルーキーチーム、舞台にお上がりください。優勝候補の筆頭、堂々とした歩きぶりです。まさしく王者の貫禄。このままチャンピオンの座を守りきれるのでしょうか。ロー・マルティナチー、舞台にお上がりください。あまり動かない老人と豪脚一閃の女闘士、全てが謎に包まれた異色のコンビは果たして新チャンピオンとなれるのか。俺も格闘家の端くれだ。こいつらの強さをひしひしと感じるぜ。気を抜くなよ。姫よ、見たかね。はい、間違いないかと。さあ、勝てば優勝だ。全力で行くぞ。さて、お手並み拝見じゃな。それでは、仮面舞踏会決勝戦始め。お手並み拝見じゃ。始めましょう。やってやるぜ。はい。ぶちかわすぞ。さて、じゃあ行きましょう。ガラ空きだぞ。レイヤー。はっ。うん。はっ。ウィングジャロープ。ラリーホー、スイヤー。気をつけろよ。ヒャダルコー。
お手並み拝見じゃ。始めましょう。やってやるぜ。はっ。せいや。さて。さあ、行きましょう。はあ、立つ。お手並み拝見じゃ。始めましょう。やってやるぜ。おお、おいよ。さあ、行きましょう。じゃあ、せいや。ドルマ。お手並み拝見じゃ。やってやるぜ。さあ、行きましょう。やろう。Mm-hmm.
ダルコ。見てんだ、試合中だぜお嬢さん。今だ。そうもあり。操作ハンフリールーキーティーム。ありがとう。優勝はこのチームに決定しました。これより表彰式を始めます。
やったな、ついに優勝したぞ。今回はどの対戦相手も手強かった。もしお前がいなかったら優勝することはできなかっただろう。優勝商品は虹色の枝という貴重なものだし、売れば結構な金になるだろうからな。そいつを二人で山分けしよう。おお、誰か誰か早く来てくれ。